はい、どうも皆さん、ようそらおかげまるです。今回も続きワンショット実況プレイやっていきたいと思います。今の夢、なんかちょっと不穏な感じだったね。太陽となる電球が割れてしまっていた、そんな夢。ねえかげまる、ミーの夢見てたよね？はい。あれってなんでもない、もう行こう。幸せな場面かと思ったのにね、最初は。ちょっと用心していこうか。さあ、前回昼寝をしてこいと言われて一旦休んできましたけれども、ジョージさんの解読は終わってるかな。はあ、ようやく解読が終わったわ。ありがとう。わあ、思ってたよりあっという間だったね。ええ、そうね。あんたはずーっと寝てたからね。ほほ、皮肉。そう。まあいいわ。この日記はね、影丸のために書かれたものみたいよ。俺のためか。そうなの？ほら、自分で読んでみなさいよ。やあ、影丸。これを読んでるということは、君は塔の近くにいるということだね。わかるんだ。塔は捉えどころのない存在の領域だ。この存在はこの世界とつながっている。とりあえずは世界の魂として考えてもらって構わない。存在の領域、その塊に物質的な形態はないが、コンピューターや他の機械を通じてコミュニケーションを取ることができる。なるほど。誰のことを言ってるのか分かってるね。君が救世主と共にここに来た時、奴はすぐに君に接触してきたはずだ。独自の方法で存在は君たちを塔に導く。ずっと助けてくれてたあのコンピューターさんだ。入り口は塔の基部にある。そして太陽だけでなく、以前まであった太陽の3つの欠片も必要になる。太陽の欠片？そこでは救世主は何もできない。だがその一方で、影丸、君は床の模様を見るんだ。そしてただそれに従えばいい。窓が消えるだろうが、元に戻せばよい。なるほど、わかった。やっぱり前回あそこが塔なのかなって言ってた、あのほら、ちょっとこう何、階段降りて地下に入った部分のあのほら、大きな罰印あったでしょ。あれが塔の基部の部分なんだ。多分その下の基盤となってる部分なんだよ。で、あの模様に従えってことは、窓が消えるってことはみんなどういうことか多分もうわかると思うんですよ。そういうことが単純だったけど気づかなかった。そこで終わりよ。残りのページは誰かが破り取ったみたい。破り取った？なんで？もしかしてあんたが？してないよ。じゃあ、あとは自力で頑張りなさい。この窓って言葉の意味は私にはわからない。影丸に何とかしてもらうしかないかもね。そうだね。あの、以前まであった太陽の3つの欠片ってどういう意味？ミーはこの太陽しか持ってないよ。いちいち全部説明しなきゃいけないの？はぁ、それは黄色の蛍光体が含まれてる物質を意味するただのおしゃれな言葉よ。ほら、あれよ、黄色に光るやつ。あ、琥珀と羽なら一つずつ持ってるよ。なるほど。今説明してくれたのと同じものだよね。そうね。でもあんたは二つしか持ってない。それにとても珍しいものだから、その辺で拾えるものじゃないわ。そう。わかったわよ。ほら、持ってきなさい。何？お、サイコロ。あ、なんか見た目がそっくりだね。あ、サイコロを見たことがないの？ううん、見たことあるけど、ミーが言いたいのは、その気にしないで。なんかこの世界の住人の方々、みんな自分の頭に対して無頓着なのかな。
あんまり気にしてないというか、気づいてない。ふーん。で、他に必要なものは？大丈夫、ありがとう。なら、とっとと行きなさい。しくじるんじゃないわよ。わかった？大丈夫、ありがとう。いや、ジョージさんもちょっとこう、ツンツンしてる感じね、そういう態度な感じあるけど、やっぱ優しい人だったね。さあ、じゃあおそらくこれで3つ集まってる。これを持って電球も持って塔に行けばいいんだ。どうしたら塔に入れるのかはおそらく分かった。ただその前に俺たちはこれをやらなきゃいけないから、一旦あの種のところまで戻ろう。おそらくエレベーターは前回確認したし動くはず。おあれ、ねえ影丸、カフェってどこにあったか覚えてる？覚えてるよ。よかった。あのね、その少しお腹すいた、というかすごくお腹すいた。ここに来てからまだ何も食べてない。確かに屋台はいろいろあったんだけどね、まあ、どれもちょっと手つけていいのかよくわかんない内容だったしな。だから塔に入る前に何か食べてもいい？いいよいいよ、全然。パンケーキあるといいな。そうだね、大好物だもんね。そういえばみんなちょっと知らないかもしんないんだけど、あの公式のツイッターさんが、これ日本語化がこう、僕がこう実況始めた日からこう出たんだけど、9月7日から、その日にね、記念として作者さんのこのイラストを担当してる方がね、この記念にパンケーキ食べてる可愛い二国の絵描いてたから、よかったらツイッター見てみてください。そんななんか露骨な宣伝も好きなゲームの宣伝は欠かさずにやってるから。じゃあちょっとカフェまで戻ろうか。どっちだったっけな。さあ来たよ、カフェ。はい、すいません、戻ってきました。またちょっとくしゃみが出ちゃいました。続きやっていきましょう。お、帰ってきたんだ。エレベーターは修理できたかい？うん、影丸と地表にも行ってきたよ。それでね、あ、また鳴った。ここにカフェがあったのを思い出したんだ。パンケーキってある？もちろんあるよ。まあ、それはね、やっぱカフェだから。あ、でもお金がない。あの、お皿洗いとか何か手伝うからダメかな？いやいや、店からのサービスだ。救世主のためにこれぐらいはさせてくれな。さあ座って、すぐ作ってあげるよ。パンケーキ、え、めっちゃ優しい。あ、美味しそう。このパンケーキすごく美味しい。本当にありがとう。お安いご用さ。かなりお腹空いてそうだったからね。うん、塔に行く前に何か食べるなら今しかないと思って。はあ、なるほどね。それでパンケーキが君の一番好きな食べ物なのかい？うん、ほぼ正解。あ、わかった。絶対これママのってことでしょ。ほら、世界で一番好きな食べ物はママが作る特製パンケーキ。ママはね、ヘーゼルナッツを砕いてそれを生地に練り込むのが好きなんだ。すごく美味しそうだ。本当にびっくりするぐらい美味しいよ。ミーが悲しくなっちゃった時にいつも作ってくれたんだ。寂しくなった時もね。あ、あと、ママ早く会いたいよ。急に、なんだか急に嫌な予感がし始めたんだ。ミーは本当に世界を救うためにここにやってきたのかな。太陽じゃどうにもならないってみんな言ってる。というか、なんでここにいるのかもわからない。ミーはただママに会いたいだけなのに。ああ、よしよし、きっと大丈夫だって。それに君なら絶対世界を救えるよ。君は強い子だ。こんなに遠いところまで来られたんだから。うん、でもそんで全部終わったら故郷に戻れるんだろう。うん、ほら、もっとパンケーキ食べるかい？うん、大丈夫、もう平気。ニコ君強い子だよ。
ま、そういうわけでさ、わざわざ来てくれてありがとね。うん、いろいろ聞いてくれてありがとう。それにパンケーキも。どういたしまして、頑張ってな。お、実績解除パンケーキだって。ここでも実績解除されるのか。さて、じゃあ今度こそあれだね、薬用水を種にかけに行きましょう。さあやってきました。ウォータービルが中で溶けている薬用水かけましょう。ナイスアイデア、かけまる。この水ならきっと種もすぐ育つね。小さな葉っぱが生えた。おお、お、生えてる。頑張ってね、小さい植物さん。うん、これでできることは全てなのかな。全てっぽいな。うん、ここは、うん、ん、何だったんだろうな。ちょっとなんか気になる部分があるね。頑張ってで終わりなのか。あ、いや大丈夫だな。なんかちょっと種見といて。よし、じゃあ今度こそ塔に向かおうか。さあやってきました。この×印、窓が消える。つまりこれはゲームの右上のウィンドウを閉じるボタンだ。この状態でゲームを閉じます。そして再度つけます。真っ暗。ここは塔の中？なんか思ってたよりもすごく暗い。ねえ、太陽はどこ？あ、本当だ、持ってない。影丸、太陽がどうなってるかわかる？影丸？なんで選択肢出ないの？影丸？ちょっと影丸、何か喋ってよ。なんで？影丸、何が起きてるの？あ、動ける。え、待って、何も持ってないし俺の声も届かない。とりあえず進んでみる、突き進んでみる。何もない。あ、パソコン。こんばんはニコ。こんばんは。おめでとう。君は今塔の中にいる。入れたんだ。今ミーに話しかけてるの？その通りだ。でも前まではいつも影丸に話しかけてた。今どこに？影丸はすでに去った。いるよ。君に直接話しかけるほかなかった。じゃあ影丸はいなくなっちゃったの？こんな急に？その通りだ。これからずっと？その通りだ。影丸はすでに使命を果たした。そして君もだニコ。お、さあ休むといい。
ここで起きたことはすべて悪夢のようなものだ。目が覚めると家に戻ってるだろう。本当に？でも、どうした？もっといろいろやらなきゃいけないことがあると思ってた。塔のてっぺんまで行くのかなって、太陽を置くための場所があるのかなって思ってた。なのに今は太陽すら持ってない。しかも影丸はいなくなっちゃった。こんなのおかしいよ。いや、よくやってくれた。君は世界を救ったのだよ、ニコ。本当か？嬉しくないのか？それは嬉しいけど、でもなんていうか、寝るしかないの？ちょっと歩いてみてもいい？他。あ、ループだ。右も。ダメだ。上下左右全部ループ。寝てみる。影丸にさよならって言えなかったな。あ、影丸、君に関してだが。オーケー、ここで終わりだ。この世界には二度と戻ってこないでくれたまえ。なんで？なんで？どうしよう。二度と戻ってくるな。本当に？本当にニコ君は帰れたの？太陽は戻ったのか？どうするのが正解なんだろう。もう一度起動するべきなのか。いやー、でも怪しいよね。だって一度だけ起動してみよう。あ、デスクトップが変わった。あ、まだ終わりじゃないぞ。存在が何を言ったか知らないが、この物語には続きがある。ドキュメント、マイゲームズ、ワンショット、この記号を探してくれ。クローバー。それを開いてからゲームを再起動するんだ。また会おう。作者さんか。わかった。ありました。ドキュメント、マイゲームズ、ワンショット、クローバーのアイコンをしたエグゼファイル、これを開く。あっ、画面が出てきた。え、これを開いてからゲームを再起動する。起動できた。ニコ、起きた。誰？影丸？今の神様なの？神様の声が
聞こえた気がしたんだけど、夢の中で。そっか、まだいないんだね。あれ、ポケットに何かある。こんなとこに何か入れたっけ。何、あ、黒いクローバー、パソコンがついてる。まだいたのか。あ、なんかクローバーが点滅してる。ニコ、なぜ君がまだここにいる。お前か。そうだ、影丸、なぜ戻ってきた。近づくなと言ったはずだ。さてはお前、私がこの物語を中断するつもりだったのを知っていたんだな。え？もっと私を利用したいんだろう。おい、そうなんだろう。どういうこと？いいだろう。ここから去りたくないのなら、永遠に出られないようにしてやろう。え？扉。あ、待って、クローバーのさっきの開いてたファイルが、さっき白いクローバーが真ん中に点灯してただけだったのに今変わった。